どうも、乱世の海運です。ご視聴ありがとうございます。今回は、走破戦を彩る華麗な先行術ということでね、第12回世界王者走破戦で、先行を使ってね、3枚取った方のリップっていうのを紹介していくというね、また他人の釜で飯を食うような企画を、やらせていただこうかなと思うんですけども、まあやっぱりこういう大舞台でね、3枚決めてくる攻めというのはね、何かしら見応えのある部分がある攻めばかりですので、よかったらね、一緒にご覧いただけたらなと思います。そしたら始めます。はい、今回の走破戦1回目のリップの紹介は世界のヒロさんですね。そしたら、宝物の属性を確認していこうと思うんですけども、まず、武将は刀、奉仕、銃騎兵が湧くということで、敵の武将が猛角、下降遁、月影、長雲ということで、誰が死んでも何かしら湧くということですね。で、自爆属性が煉獄刀だけということですね。ちょっと、もう一回ね、リプ見ますけどね、この攻めって結構うまいこと言ってないんですよね。うまいこと言ってないにもかかわらず、この走破戦で3枚取ってしまうというね、非常にすごい攻めが見えますので、これは何度も見たいリップにまたね、なるんじゃないかなと思いますけどね。ちょっと早送りしますかね。弓矢くんなんかこれほとんど何もしてないですよね。で、次出てくる将校もね、これ何もしない言ったら言い方悪いですけどね。そこまで働きをしてないんですよね。なんかこう、五雷の位置の読みをことごとく外しているような、そんな攻めの気がしますけどね。これこの状況からどうやって3枚取るんだろうと思いながら見てたんですけども、この甲虫が非常に活躍するんですよね。でこの太平もね、うまく壁叩いてますよね。ここら辺の兵の出し方もうまいなと思いますね。で結構甲虫がね、諸葛震動に食らっても耐えるんですよね。でここです、この甲虫の塔4つ一気に壊すというね、これ見て、甲虫使えるようになりたいと思った人多いんじゃないですかね。で、下からこれも出して、まあ2枚は簡単に確定させてですね、ここからですね。これはどうなんでしょう、ヒロさん的にはあまり嬉しくなかったんじゃないですかね。リョモが東巡兵を追いかけていったんですけども、このせいで、スキル発動がちょっと遅れるんですよね。ただそれでも、屯高兵、太平同人まだまだ残ってたということで、こうやって押し切ることができたということですね。そしたらもう一回位置から見ていきましょう。これヒロさん援軍処理してないんですよね。最近やはり時間が厳しいということで、援軍処理しないのがトレンドになってるんですかね。前回の走破戦でもね、六プーさんがね、援軍処理をせずに攻めてましたけどね。これまあ長領はね、結構仕事してると思うんですけども、弓矢くんは本当何もしてないに等しいですよね、これね。僕もちょっと援軍処理をせずに戦う方法っていうのをね、ちょっと編み出していくといいますかね、練習していかないかんかなと思わさせられる攻めになってますけどね。この残った援軍は、まあ、こういった形で左に寄せて、でうまくね、長領の方にターゲットを取らないようにポツポツとこう兵を出しながらね、最終的にはこちらの援軍で処理するといった形ですね。やっぱ一つ一つが丁寧ですよね。でここの将校ですね、これ、この中のこの辺の塔ですね、どれかでも壊せれたらよかったんですけどね。ここで
兵が寝返ってね、これでジエンドだったかなという感じですね。これはあまり活躍しなかったと思うんですけども、やはりこの甲虫ですよね。この甲虫のおかげで、まあ、あの一発逆転言うたらちょっと失礼かもしれないですけどね、大きくこう戦局が変わると言いますかね。この壊し方っていうのは呂布ではできないですからね。しかもここにターゲットを取った時にスキルを放てば、これだけ壊れるというのを完璧にね、把握してるからね、これだけまあ言うたら塔が綺麗に壊れるわけなんですけどね。これは気持ちいいですね。いや、さすがです。僕もちょっと甲虫をね、限界突破したくなりましたけどね。これ多分限界突破してなかったら、あそこにターゲット取る前に死んでるんですよね。敵を掃討しろ。あとはもう人形も発動しきってるので、両毛でまあとりあえず城は壊して、で、あとは締めという形ですね。この刀がね、すごい悩ましいですよね。もう天下使っちゃってるんでね、どうしようもないんですけども、で、こっからこのまあ言うたら相手武将のスキル発動が遅れてるんでね、何体か死んでしまうんですけどね。それでもあれですね、猛角だけで良かったかなと思いますね。これ加工塔なんかにもかかってたらちょっと厳しかったかもしれないなという攻めですね。いや、しかしすごいですね。やっぱり僕甲虫使ってた時期あるんでね、もう一回ちょっと一から甲虫練習しようかなっていう気にさせられる攻めでありましたね。まあとは言うてもね、本当にするかどうかはちょっと僕も限界突破とかの都合があるんでね、すぐに取り掛かるかどうかわからないんですけども、まあ甲虫ね、非常にまあ甲虫の代わりに呂布を使ってる人多いですよね。呂布はやはりね、出撃させてからスキル放つまでの間っていうのが結構死なずに耐えてくれるんですけども、この甲虫の場合はやっぱり弓武将いうことでターゲット取るまでの、こう進み方でね、死んでしまうことが多いと言いますかね。きっちり甲虫が進んでいく道というのを予測してからこう出撃させないとね、なかなかたどり着かないというデメリットがあるんじゃないかなと思うんですけども、まあきっちりね、ここを削って、そして甲虫をここから歩かせるっていうのをね、最初から考えて出撃してるのがよくわかる攻めになってるんじゃないかなと思います。ヒロさんありがとうございます。はい、2つ目の紹介は、名門軍団のね、日本に所属されている文太郎さんの攻めになります。この方はついこの間ね、フレッシュ太平洋オールスターというイベントでご一緒させていただいたんですけども、その時からうまい方だなと思ってたんですけどもね、まさかこの回、100% 取るんですけども2分9秒しかかかってないんですよね。めちゃくちゃ早いですね。いや、兵は神速をたっ飛ぶとはよう言うたもんやなと思いますね。カクカのね、セリフなんですけどね。僕カクカ、三国志で一番好きな武将なんですよね。なんでもう少しこう、使えるように、こう、変わってくれたらね、カクカも使いたいかなとかって思うんですけどもね。まぁ、ちょっと、話がそれましたけど、まぁ、弓騎兵をね、多用してるというスタイルでね、なんか、同じ軍団にいるペーターさんをね、こう彷彿をさせるような攻めですよね。で、長領を使ってないんですよね。長領を使ってないということで、やっぱりアクティブで揃えて攻めると早いですよね。やっぱアクティブ武将はどうしても時間がかかるところはあるんでね、アクティブだと時間にゆとりができるということですね。ただ、まあ、削りがね、受動に比べたら甘いので、まあ、弓騎兵をたくさん使っているということなんだろうなと思います。もう一回見るんでね、確認しておいてもらいたいんですけども、武将はね、武将じゃないわ、湧くのはね、刀兵だけですね。で、特殊属性が、失礼、自爆属性が煉獄と如来ですね。これだけ覚えておいてください。いや、しかしなんか
何がフレッシュやっていう感じですよね。もうめちゃくちゃうまいですよね。早いですしね。これはね、なかなか真似しようと思ってもできないんですよね。この弓騎兵の使い方っていうのがね、非常に難しいと僕は思ってるんですけどね。まあ、根詰めて練習したことはないんですけどね、練習をしようとも思わないようなね、難しさなんですよね。そしたら、もう一度見ていきましょう。はい、まずこの弓主君は、この深いところ城の左上にある宝珠と2つですね、これを狙って出してると思うんですよね。これは僕も同じところに出したと思いますね。やっぱり一番深いところまで届くんでね、あの弓主君のスキルはね。で将校は、この宝珠とですねと、この両サイドの射撃塔も狙ってるんだと思いますと同時に、大外にある施設をこう弓騎兵で壊していってるという感じですね。でまあ、こうすると穴がね開いてしまうんですけどね、どちらかどこか一方だけでもね穴開けんようにしとったら大変叩くところができるというところですね。で艦はこの援軍処理兼、今から壊れる宝珠塔ですね、これをまあ壊すために出したといった感じですね。でこうなるとここに宝珠塔が残ってますよね。これを旅費かなという感じですね。もし弓主君がここの城の左上の宝珠塔を壊せなかったらこっちから旅費という感じで考えてるんじゃないかなと思います。まあ、もしくはもうこのまま旅費でこっちを壊してね、こっちは、最後旅費で壊そうかなと考えてるかもしれないですね。でこうなると壁がボロボロに穴開いてますよね。これをですね、まあどうするかということなんですけども、太平出すところはもう下側しかないですよね。下半分しかないと。ただもう結構削れてるんですよね。で自爆属性はゴライト煉獄刀ということなので、まあ、煉獄刀がね2本残ってるんで、これのケアですね。ちょっと上からトンコヘ出しすぎかなという気はするんですけども、まあ、時間がまだあるんだったらね、2体ぐらいに抑えといてもよかったかもしれないですね。今の爆弾もね、もし育ってたらトンコヘ全部死んでたということなんで、非常に低体ダメージ受けるんじゃないかなと思うんでね。この走破戦でね、3枚取る人になんかえらい上からなこうアドバイスというかね、非常になんか恐縮なんですけどね、やっぱ思ったことなんでね、気がついたら、ちょっと言っていこうかなと思ってます。こちらは大変しっかり叩かせれるということで出してますね。さらにまあもう大変を殺す施設もないということで、しっかり削れている上から量も出してという感じですね。いやしかし2分9秒は本当に早いですね。もうためらいがないんでしょうね。もう計画していた通りに動かすっていうことにね、徹底してるというかね、様子なんか見ないと、もう自分の信じたこう攻めでね、行ってしまうというね、非常にこう気持ちのいい攻めだなと思いましたね。ふみたろうさんありがとうございました。動画にさせていただきます。そしたらね、そうですね、まあ2本ずつぐらいですかね、紹介していけたらな、紹介していけたらなと思っております。まだね、先行で3枚取っている方いらっしゃいますんでね、そちらの方の、紹介というかね、もうしていこうかなと思ってますので、よろしくお願いいたします。以上です。ありがとうございました。